そう、日本なら誰もが知るあのお方なんじゃないかということです。これが日本最大の触れてはいけない話。こんにちは、ミルクティーのみったいです。ということで、今日は日本の歴史上最も触れてはいけない時代の真実について考察していきたいと思うんですが、今日のテーマって割とガチで、 YouTube 上でもその説の有名さに対して動画が全く出ていないほどやばい説なんですよね。それで僕も今までこの説についてやってこなかったんですけど、最近僕の中でこの説に対する見方が変わったということもあって、今日はそのタブーに切り込んでいきたいと思ってます。日本の歴史の中で絶対に深掘りしてはいけない禁断の時代っていうのが2つあるんですけど、それが昭和と明治。その中でも特に戦後と明治維新、どちらの時代も社会がぐちゃぐちゃになっていて、一方は戦争、一方は武士の時代の終焉という中で、言ってしまえば何でもありで命のやり取りもしていた時代ということもあって、そりゃ表に出てこないよねっていう話も多いんです。以前動画にした日本人に謝りたいの中では戦後についてお話ししたと思うので、今回は明治について。これらの時代に関しては、時代が時代なら、あるいはここが日本じゃなかったとしたら、絶対に表では言えないような説があったりと、だいぶカオスな説が出てくると思うんですが、それも込みで日本という国の歴史の奥深さとか懐の深さっていうのを感じていただけたらなと思います。ですので、今日は皆さんの脳を、おじいちゃんの昔話をわけもわからず聞いている孫にチューニングしていただきまして、これから僕が話す話は、全部ファンタジーですよっていうことでお願いします。ということで、まず最初に1枚の写真を見ていただきたいんですけれども、その写真がこちらです。じゃん、古べっき写真。パッと見、日本にまだピースとかこういうのが伝わる前の写真という印象で、いかにも侍という風貌の男たちが写っています。実はこの古べっき写真は数十年前からずっと日本の歴史をひっくり返してしまう写真なのではないかと囁かれるほど、日本の秘密を写してしまっているかもしれないんです。まあ一言で言うと、写ってはいけない人が写っている。ではまず古べっき写真が一体何なのかを説明すると、在米オランダ革命派協会から日本に派遣されたオランダ人宣教師グイド・フルベッキとその子供、そして佐賀藩が作った英語学校の生徒たちが撮られ、おそらく1868年の10月頃に撮られただろうと言われている写真。明治維新が始まったのが1868年の10月ですから、まさにそのタイミングで撮られた1枚です。いかにも外国から来た人が中心にいて、彼が先生で周りは生徒っていう、現代の卒アルと全く同じ構成の微笑ましい一枚です。一応学者の先生たちによって語られている定説によれば、こちらは1895年の雑誌太陽にて佐賀の生徒の集合写真として紹介されており、この写真には岩倉智美の息子兄弟だったり、日本の教育者織田彦一や明治の官僚石丸康代といった近代日本に貢献した人物たちの若かりし頃が写っている写真と言われていまして、まあ言ってしまえば単なる佐賀にあった学校のオランダ人の先生とその生徒たちの記念写真であり、何ら特別なものではないとされています。まずそういった定説があるんですよということを理解していただいた上で、100年間近く噂されている都市伝説の世界でもかなり有名な別の説というのもありまして、この写真は当時のただの学生を写した写真ではなくて、これから明治時代の礎を築いていく幕末の志士たちの姿が写されたものなのではないかというものです。その幕末の志士というのが西郷隆盛であったり、大久保利通、岩倉具視、伊藤博文、桂小五郎、井上馨、後藤象二郎、中岡慎太郎、そして今はまだ名前は伏せますが、ある人物などなど。
どうでしょうか。もう聞いたことある名前ばかりですよね。これの何がすごいのかというと、そもそも彼らが一緒に写っている写真というだけで相当貴重な上に、この写真は明治維新というものが日本の内部ではなく外部の力によって引き起こされた革命だということを匂わせてしまうんです。もともと明治維新は日本に黒船が来たことによって、このままでは日本も欧米の植民地になってしまうという薩長の倒幕運動から大政奉還や王政復古の大号令、西南戦争などによって日本の近代化が進められた出来事とされていますが、薩長の裏にはイギリスがいて、薩長が幕府と戦うために最新の兵器を供給していたとかっていう話は、ついこの 2,30 年間の間に解明されてきた話なんです。そして今でこそ明治維新の裏にはイギリスやフランスがいたということはとても有名ですが、未だにいろんな考え方の人がいるのも事実です。僕は小学生の頃に薩長同盟や坂本龍馬の裏にトーマス・グラバーという男がいて、他にもフリーメイソンやイギリスの商社ジャーディン・マセソン協会などが関わっていたという話をやりすぎ都市伝説で見て、そんなことが昔あったんだっていう風に知ったんですけど、それってつまりはこういった話っていうのは世間的には都市伝説扱いっていうことですよね。ということは、ましてこの写真が世に出回った頃っていうのは誰もそんなこと知らなかったんです。そういった意味で古べき写真は歴史を覆す一枚とされていました。そしてもう一つこの写真のやばいところは、この写真の中に西郷隆盛が写っているかもしれないということ。西郷さんって自分のことをオイドンって呼ぶ、上野動物園に銅像が立っているセゴドンでしょ。何回も写真見たことあるよって思うかもしれないですが、本当の西郷さんの顔って誰も見たことがないはずなんです。なぜなら教科書に載っている西郷隆盛も上野動物園の西郷隆盛像も本物ではないから。実は教科書に載っている西郷さんの顔ってイタリア人画家キヨソネが描いた絵なんです。西郷隆盛とは薩長同盟や戊辰戦争で活躍した薩摩藩の司令塔であり、その豪快さや人格ゆえに未だに人々に愛される歴史上の大物ですよね。そんなに有名なのに西郷さんの顔って未だによく分かっていなくて、あの有名な肖像画というのは弟の西郷柔道といとこの大山巌の顔を足して2で割ったものなんです。目元は弟の目で、口元がいとこの口になっているというのが分かると思います。なんか最近の合成アプリとかにありそうですよね。なぜこれほどの大物なのに写真が残っていないのかというのは、当然時代が時代なので写真一つでも暗殺のリスクがはるかに高くなってしまうから。ワンピースの和の国編でも指名手配されていた麦わらの一味が変顔でその場を切り抜けたという場面がありましたが、江戸時代までは人のことを絵とかその人の顔の特徴とかでしか人物を特定できなかったんです。だからこそ昔の人っていうのは影武者説とか実は生きている説とかっていうのが多いんですよね。でも一度写真が出回ってしまえばみんなに顔がバレてしまいますし、当然当時は整形なんてできないので、西郷隆盛ほどの男であればいつ命を狙われてもおかしくないんです。ですので彼の写真が残っていないということは西郷の武士としての力量の高さの表れとも言えますよね。だからこそ西郷の写真が残っていたらそれはすごいことなんです。ちなみに日本に写真っていう技術が入ってきたのがまさにこの頃で、現存する日本最古の記念写真が1857年の島津斉彬の写真。古べき写真が撮られた頃っていうのは日本においてカメラというものは全く普及していませんでした。定説ですと少しずつ古べき写真の解明も進んできて、これが撮影された時期であったり写っている人物などからこれは幕末の志士たちではないという説の方が有力で、僕もこの幕末の志士説というのはあくまでも都市伝説なんだろうなと思っていたんですが、最近調べていたら非常に面白い証言を見つけたので、それについてお話ししていきたいと思います。そもそもなぜ古べき写真がこの世に出回ったのかというルーツを探っていくと、ジョン万次郎という男に行き着くんです。ジョン万次郎とは江戸から明治にかけての日本の旗本でもあり教育者、日本人で初めてアメリカ合衆国に行った人物でもあり、日本人初のフリーメイソン会員です。ジョン万次郎には教え子たちがいまして、その教え子の息子が父親から聞かされていた話をもとに、明治以前に長
長崎で外人と撮られた群像写真の中に西郷が写っているから、その写真を探し出して油絵にしてくれないかという依頼を広告会社に出したそうで、そこで出てきたのが古べき写真なので、ジョン万次郎の教え子の子供の話が元になっているという結構伝言ゲームみたいな話なんですよね。その後、古べき写真の後ろの方に写っているたくましい雰囲気の男が西郷だろうということで、当時昭和47年の読売新聞に載りました。もちろん世の中的には西郷隆盛の写真は存在しないというのが定説だったことからも、大きく話題にはなったけれど信じていない人の方が多かったそうなんですが、この新聞が話題になったことで世間から新聞社にたくさんの読者投稿が届いたそうです。その読者投稿の中の一つにこんな投稿がありました。それは江添氏という当時77歳の女性からの手紙で、その中に書かれていた文章を要約しますと、あれは西郷さんだと思います。というのも、私の家に同じ写真があります。それは父の江添健三のものだから保管していました。もし興味がありましたらいつでもお見せします、という投稿。江添健三って誰って思いますよね。実はこの写真の前列左から3番目に写っている人こそが江添健三なんです。江添健三について調べると、日米貿易などに関わった明治時代のすごい人なんですけど、彼はなんと伊藤博文と大隈重信と親戚関係にありまして、江添健三のお姉ちゃんが大隈重信の最初の奥さんなんです。しかもその写真は古べき写真が初めて世に出た雑誌太陽のものよりも鮮明なものだったんです。そりゃオリジナルであればめちゃくちゃ全員の顔がはっきり写っているはずですよね。さらにその江添さんの娘さんは父親からこの写真に写っている人物について、それが西郷で、それが伊藤で、それが岩隈で、それが木戸でっていう説明を聞かされていたって言うんです。もし本当にその写真に写っている本人がそう言っていたのだとすれば、じゃあ本物じゃんっていう話になってしまうんですよね。でもだとすると、佐賀の学校の生徒たちの写真っていう紹介が間違いだったっていうことになるのでしょうか。その辺に関してもこの写真って謎が多いんです。もちろんこの話全部が作り話か嘘だったとしたら話は終わりなんですけれど、もしも江添さんの話が本当なら、古べき写真は本当に幕末の志士たちのものなのではないかと思えてくるわけです。僕も17、18ぐらいの頃からこの古べき写真についての都市伝説についてはあらかた知っていたんですが、最近このことを知って非常に驚きました。皆さんはどう思いますか。ちなみにこの写真について1974年に島田隆介という人物によって雑誌日本歴史に、この写真には明治維新の志士たちが写っているという論文が載っています。しかしその論文が出てすぐに、そんな敵味方に分かれた人物が一緒の写真に写ることなんてありえない、偽造されたものであるという批判を受けたそうです。ただしこの件について最も恐ろしいことは、島田隆介氏はこの論文を発表してすぐ4年後に亡くなっているんです。つまり本当に表に出してはいけない写真を世に広めてしまったということなのかもしれません。でもここで皆さんも思っていると思うんですけれど、普通に考えて、なんで幕末の志士たちが写っている写真が世に出てはいけないのって思いますよね。実はこの写真において最も物議を醸しているところというのは、幕末の志士たちのことではなくて、この写真の1列目中央に写ってはいけない人物が写っているというところなんです。よく修学旅行に行ってみんなで集合写真を撮るときって、一番前の真ん中って基本的にお調子者が地面に寝そべってこうやって写真撮ったりすると思うんですけど、写真の一番前の真ん中が主役っていうのは基本ですよね。ということは、この前列の真ん中の男はこれだけの男たちに囲まれてもなお中心に写るべき人物ということになります。でも日本において後の明治政府のトップになるような男たちや西郷よりも上の人物って考えられますか。もうすでに徳川が将軍じゃなくなった当時、一人しかいないんです。そう、日本なら誰もが知るあのお方なんじゃないか
ということです。僕は散歩が好きなのでよく明治神宮っていう神社に行って参拝したりするんですけど、明治神宮に祀られている祭神というのは明治天皇。明治神宮って行ったことがある方はわかると思うんですけれど、本当に気持ちいい場所で、まさに天皇の神聖な空気を味わうことができる場所です。なのでぜひ行ったことがないという方は一度行ってみてください。で、僕自身あれほど神聖な気を未だに感じさせる人物ってどんな人だったんだろうと気になっていたことから、今回この話をすることになったのかもしれません。ちなみにこの動画を作っている最中も明治神宮の中にある清正の井戸に行ってきました。それは置いときまして、じゃあこの写真に写っているのがそのお方なのだとしたら何が問題なのか。これが日本最大の触れてはいけない話。実はこの幕末から明治にかけて天皇が入れ替わったのではないかという説があるんです。まあ、この話は知ってる人は知ってるってくらい有名な説ですよね。ただし僕はこの説の中に真実が隠されているのだとしたら、よく言われている説というよりももっと別の理由があったんじゃないかと考えていまして、確実に天皇家の血筋は守られているんじゃないかなと思っています。ではそれが一体どういうことなのか、ここからお話ししていきたいと思います。いやいや、そもそも総理大臣とか大統領とかだったら交代することもあるけれど、天皇だけは交代することができないでしょって思いますよね。ですがさっきこの時代においては誰がどんな顔をしていたのかということについては実際に会ったことがある人しかわからないと言いましたよね。まして時の天皇ほどの人物に実際に会える人なんてほぼほぼいなかったはず。だから原理的には可能なんです。戦後ぐらいからこの説っていうのは言われるようになりまして、もちろんこれが言われるようになった理由というのもあります。実は1866年8月に徳川将軍徳川家茂が20歳で急死していまして、その半年後1867年1月30日に孝明天皇が亡くなっているんです。つまりたった半年の間で日本の天皇と将軍という日本の頭と心臓ともいえる2人が同時に亡くなっていることから、偶然かもしれませんが人々が勘ぐってしまうのも仕方がないタイミングですよね。そしてそんなごたごたの中、突然14歳の若さで皇位継承したのが睦仁様。そう、明治天皇なんです。またよく言われているのは、幼少期はどちらかというと線が細くて細身なタイプだったのに、大人になってからはこの写真を見てもわかるようにがっちりとしたたくましいタイプになっているとも言われています。あとなんとなくこの写真に写っている青年と明治天皇の顔が似ているなんて言われてるんですけれども、皆さんはどう思いますか？しかしですよ、もちろん天皇は日本の荒人神ですから、そこに代われる人なんて本来いるはずがありません。以前も動画にしましたが、徳川家康や織田信長、藤原氏といった天下を取っている人物でさえも自分が天皇になることはできないということを知っていました。ただし日本の歴史をもっと遡った時に例外がたった一人だけ存在するんです。皆さんも子供の時に歴史の授業で習ったと思うんですけれど、かつて天皇が2人いた時代っていうのがありましたよね。そう、南北朝時代。南北朝時代については今ジャンプで連載しているネウロや暗殺教室の作者松井先生の逃げ上手の若君でもその時代を描いているように、鎌倉から室町にかけて日本には南朝と北朝という2つの朝廷が存在した時代があった。南北朝時代ってなんだっけっていう方に向けてちょっとだけ説明させていただくと、当時後嵯峨天皇という天皇がいまして、その後嵯峨天皇が崩御した際に息子兄弟が後継者問題で対立しまして、それがやがて収拾がつかなくなった時に北条時宗によって南朝と北朝を交互に天皇にするというルールを決めました。しかし幕府が北条から足利に変わった際に、足利高氏によって光明天皇が擁立されて、後醍醐天皇が奈良の吉野に追い出されてしまったんです。ここで重要なことは、その時に後醍醐天皇についた武将というのが
新田義貞と楠木正成、それによって南朝と北朝両方に天皇がいる時代ができてしまったんですけれども、後醍醐天皇の崩御後南朝の力が弱まり、現在まで天皇家はずっと北朝で来ていると言われています。でも僕がここで言いたいのは、もし実は南朝の血筋がずっと生き残っていたとするならば、明治維新のタイミングで南朝と北朝が入れ替わることは可能だったんじゃないかって思いませんか？あと見落とされがちなのは、南朝系の血筋が続いていたとしたら相当強い協力者がいたことになります。そしてその時までかくまわれて隠されてきた可能性が高い。そして西郷隆盛の祖先というのはもともと南朝に仕えていた天皇の側近だったと言われていて、西郷自身が南朝の子孫をかくまっていると言ったという話も残っているんです。また南朝の後醍醐天皇についていた楠木正成という男がかなりカリスマ性があったとも言われていて、兵庫県に湊川神社っていう神社があるんですけれども、これこそが楠木正成を祀った神社なんですね。この神社を創設するために声を上げた人物こそが西郷隆盛や伊藤博文、大久保利通らで、なんと吉田松陰や坂本龍馬もここを訪れているんです。このように湊川神社のホームページにも書かれています。そして何より楠木正成の神社を作ることを決定した人物こそ明治天皇なんです。先ほど現在の皇室までずっと北朝って言いましたよね。なぜ北朝のはずの明治天皇が楠木正成を祀る神社を作ったのか。また楠木正成の銅像というのが今もある場所に立ってるんです。その場所というのが皇居。僕は日本っていう国の面白いところって良くも悪くも裏表があるところだと思うんですね。古くは陰陽師の時代から現代に至るまで日本には表と裏がある。よく考えてみると日本には都が2つある。それは東京と京都。日本の首都は東京だと思っている人が多いですが、実質的にはそうなんですが、歴史上正式に日本の首都を東京にするという法律が作られたことはないんです。だから日本の都にも表と裏がある。ということは昔から日本では天皇がいるところが都とされていたことから、昔なら京都が都で今は東京が都。しかし見方によっては現在表の都が東京で裏の都が京都とも言えます。ということは今も両方に存在するんじゃないか。皆さんの都市伝説へのワクワクがうずきませんか？都市伝説好きの人なら一度は聞いたことがあるワード、ヤタガラス。ヤタガラスって別名なんて呼ばれてましたっけ？ヤタガラスのトップもまた血筋で受け継がれてきたと言われていることから神の血筋。ヤタガラスっていうのは昔から日本の裏で神道や陰陽道などのまじないを行っていたとされており、その霊力というものは表の天皇に匹敵するかそれ以上だったんじゃないかと言われています。これは僕がこれまで調べてきたり聞いてきた情報と僕の想像を合わせて考えてみたときに、現在の天皇に至るまでずっと血は受け継がれてきていると思ってます。その理由としては昭和天皇の神力っていうのが歴代天皇の中でも突出していることから、これは何か受け継がれているとしか思えないんです。その辺について話すとさらにやばい話になってしまうので今回はやめときますが、海外でもエンペラーウェザーと呼ばれているように、天皇には天皇バレという天気を変える力があると言われています。そういった昭和天皇の力というものが明治天皇から受け継がれていたものだとするならば、南朝の系譜がヤタガラスとして数百年間身を隠しながら少しずつ霊力を磨き続けてきた結果、天候や時空を歪めてしまうほどの呪術を使えるようになったのではないか。ということで日本の歴史というのは本当に奥が深すぎて真相は誰にもわからないんですが、一つ都市伝説として僕なりに考察してみました。皆さんはこのフルベッキー写真一体何の写真だと思いますか？
ただの学生たちの記念写真なのか、はたまた歴史を覆す一枚なのか、というところで今日の話っていうのは終わりなんですけれども、最後に僕が最近驚いた体験談っていうのを話すと、実はここ最近10日間ぐらいずっと内臓の調子が悪くて、走ったりジャンプしたりするとなんか肝臓のあたりがズキズキ痛むんですね。それで内臓が痛くて、そこからどんどんなんか背中の方まで痛くなってきて、すっごい嫌な痛みで全く治る気配がしなくて、もしかしてこれ病院行かないとダメかな、なんか手術とかになったら嫌だなって思ってたんですけど、最初にちょっと言ったように、最近明治神宮に散歩しに行ってきまして、清正の井戸とか当時明治天皇が釣りを楽しんでいた池なんかをうろうろしてたんですけれども、そしたら珍しく地面になんかレシートみたいなくしゃくしゃの紙が落ちてまして、こういう場所にゴミが落ちてるのはあんまり気持ちよくないかなと思って、拾ってズボンのポッケに入れて、そして散歩終わって家に帰ってきたんですね。そしたらなんと家に帰ってきた頃にガチで内臓の痛みが消えてたんです。それまで10日間ぐらい内臓を休ませようと思ってご飯とか食べるのも我慢したりしても全く良くならなかったのに、その痛みが一瞬でなくなったんです。なのでもしかするとなんか僕についていた何かが明治神宮の力によって一瞬で払われたんじゃないかっていうお話でした。もちろん非科学的な話だなって思われると思うんですけれども、僕自身子供の頃論理と合理性の塊みたいな人間だったからこそ、今まさにそういった非科学的なことを信じることには何らかの力があるような気がしていて、それが俺には私には神がついているという根拠なき自信というか、自分のことも信じられるという大事な部分につながっているのではないかという気がします。ちなみにその時にちらっと見たんですけど、7月30日に明治天皇祭というのがこのタイミングであるらしいので、記念に足を運んでみてはいかがでしょうか。その日天気は果たして晴れるのか雨になるのか、ということで最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。